戦六王者のシビック R、 価格と馬力はどっこい勝負。パワーヘッドレシオでセリカとシビックは同じぐらいなんだって。同じしたって違うなこれ。シビックすごいよ。よりスポーツに作ってあるから。オーダーシップシビックなんかギアレシオがちょっと高すぎちゃって合わないんだけども、全然そこの楽しさ、コーナーに進入していくの時のアプローチの安定性だとかさ、いろんな動きのそのスタビリティが絡むいろんな動き、ステアリング切った時あるいはブレーキ踏んだ時のその辺の動きがね、もう全然こっちの方が上だなこういうとこでめっちゃうと。峠の市販レーサーインテアールは駆動方式、排気量ともにセリカの真っ向ライバル。すごくアグレッシブだし楽しいね。こうアンダー2リッタークラスではライバル不在状態のS2000。 もはやこういうドライビングの車、スポーツカーの類は FF であれ FR であれミッドシップであれホンダかやっぱりもう他のメーカー頑張ってほしいな。